ボンボヤシュ、どうもガクガクです。今回ですけども、視聴者からね、ご依頼が来まして、まあ、チャーレムを使ってほしいと。チャーレム結構なんか強いかなっていうイメージはもともとあったんですが、結構環境に刺さるよっていうことなんで使っていきたいなと思ってます。では行ってみようか。はい、今回使うチャーレムがね、格闘エスパータイプのものなんですけど、まあ、テラスタイプをちょっと鋼にしております。これについてはあんま理由ないっすね。なんか、レイドで捕まえたやつが鋼だったんで、ちょっと使ってみようかなっていう感じです。あんまテラスタル切る感じではないかなと思ってます。でね、振り方なんですけども、これ簡単に S と A に振ってて、まあ、こだわりスカーフを今回持たせてるんで、217あたりに実質打ち的にはなるのかなっていう感じで、まあ、ドラパルトの最速は213ぐらいなんで、確かね。まあ、抜いてるかなってぐらいで、結構刺さるっていうのは多分そういう意味なのかなとも思っております。でね、技が結構汎用性高くていいんで、これ使ってほしいんですけど、飛び膝蹴り、死ねの頭突き、冷凍パンチ、トリック。これトリックね、最終渡せたらいいかなって思う場面は絶対来ると思うんで、トリック入れてて、まあ、ドラゴンに対応する冷凍パンチ。そして、今回飛び膝蹴りを採用してるんですけど、これがね、威力ね、130あるんですよ。外したらダメージ受けるらしいんで、ちょっと気をつけないといけないかなと思ってます。だからみんなが使うチャーレムは格闘タイプの方がいいのかなっていうイメージではあります。そしてね、これ攻撃力低いじゃないかと思うかもしれませんが、特性のヨガパワー。これがね、物理攻撃の威力が2倍になるんで、224まで跳ね上がるかなっていう形となっております。まあ一回使ってみないとわかんないんで、一回使ってみます。では行ってみようか。さあ、1戦目対戦よろしくお願いします。というところで。まあ、アーマーガン受け出しとかもあるのかなっていうイメージではあります。うん、ドラパから持ってくることが多いんじゃないかな。こう、レイパンぶっ放してどこまで入るかも確かめたい。うん、ダメージ計算は絶対しませんか、ガクガク。さあ、ここさあ、サンドラも持っていきながらの、まあ、安定このヨザルかな。うん、イメージね。イメージこのヨザルかな。さあ、行ってみようか。まあそろそろね、シーズン1も終わるということで、ロトムから持ってくる。へー、ここボルチェン入れてきたいんだろうね。イメージボルチェンだよね。甘すぎて笑けるわ。トフィザゲルジュ、お前絶対ドラパルトに変えてるだろ。ここはドラパルトもしくはいない、最後の砦としての切り札として出したいイメージがある。耐えるぜ、飛び膝蹴り。いいねなかなかの火力出てるね。ヨガパワーいいじゃん。これアーマーガーはね、実を言うとこのヨザルを後出しでいけます。まあブレイバーがあるかないかにもよるんだけど、割とこのヨザル後出しでいけるイメージだね。まあ鉄壁積んでくるとかそこら辺トンボか。まあ一応これでガクガクのクンドの拳が50威力上がりました。で裏に最速のあいつがいるんで、そんな怖くはないウルガモス。はいはいはい。ってことは相手、超舞してくんのか、炎の舞かっていうところなんですが、ですが、まあ、テラスタルの可能性も全然あるよね。まあ、サザンに変えてもいいんだけど、超舞だと思うんだよね。これアンコールぶっ放すわ。まあ、最速ウルガモスか最速じゃねえかもよるんだけど、なんか相手なんか最速にこだわってそうな顔してんだよね顔がね、うん、見た感じそんな顔してるから。あ、テラバーストってことは167前後、170ぐらいのウルガモス。さあ抜群取られますけど、ここアンコールぶっ破していく。これで相手はテラバーストしか打てない状況下を作りました。だけどよ。これだけどよ。まあ、逆に言うのは超前の方が良かったよね。まあ、テラスタル切っても良かったんだけど、まあ、裏のサザンで、まあ、盤面整うかなってイメージかな。ここはフンド打っとこう。うん。一応のフンド打っといて、まあ、テラスタル切るならそこかな。っていう感じ。うん。まあ、あと裏がね、あいつらアーマーガーなんで、まあ、ここアンコール入れてたのは逆に OK ラインかな。
で、側にチェンジされたとしても、このサザン、普通に汎用性あるサザンなんで、まあ、アドは取れるかなっていう感じではあるよ。うん。このまま、まあ、これ、チェンジ読みの、大文字でもいいんだけどね。これ、もらい火とかあったっけ？炎の体か。そっか、これ一応炎の体あるんだ。まあ、文字安定じゃないか。ここは引きをしっかりと見つつの大文字が、ガクガク的には安定。さあ、アーマーが予想通り出てきました。ここ、ハガテラキル。で、これ相手ボディープレスに切り替えてくる流れになると思うんで、しっかりとね、うん、大文字入れていきたいよね。で、こいつさえ落としてしまえば、あとはハガテラで持ってってる。ナタル！得もそんな高くない。うん、結構入るね。で、このまま決めていきたいんで、悪波が安定。うん、大文字ね、外れる可能性あるんで、ここは悪波安定かな。アーマーガーに上取られたことはない。さあ、ここでアーマーガー撃破したのラッキーっていうより読み合いだね、ここは本当に。助かった。さあ、どう来る？で、ガモス来る。まあ、超前に切り替えてくるとかいろいろあると思うんですが、もうここがラスカブッパかな。ラスターかな。さあ、いいダメ入ったんですが、炎の前される。いや、俺さ、チャールムで落としたかった。チャールムで落としたかった。あー、でもまあ、ロトム倒してくれるのでかかったよ。さあ、ラスターガノン。オーケー、ナイス。まあ、チャーレム初手安定しそうですね。では2戦目いってみようか。さあ、2戦目、葵さん対戦よろしくお願いします。まあ、相手ね、銅と、アクアジェット打ってくる、ウェイニバルがいた、ドラパルトから来る。ここ結構バレてないと思うんだよね。うん、俺バレてないと思う。これ押してくると思うな。俺の方が早いんだよな。気づいてるか？レートマッチ。これ決まったらバカでかいんだけど。レートマッチ入る！これ落ちる？わあ、落ちねえんだ。チャーレも落としきらんのじゃ、レッドパンチじゃ。そうなんだ。これいいこと知れたわ。耐久型かちょっとわかんないけど、まあ、ハチマキ型だから耐久は結構低いとは思うんだよね。まあ、ヨガパワーで落ちねえんだっていう、ちょっと、悲しい出来事だね、これは。うん。ガクガク的に言えば少し悲しい。いや、超悲しい。うん。で、相手が、まあ、この世ザル来るんだって感じですが、まあ、これは、同速になるか、いや、相手がどこに振ってるかだな。チャレマ押し切らん、ここは。さあ、この世ザル出して、この世ザル対面になりますが、テラスキル！はいはいはい。ノーマルテラだったら、俺の勝ちだぞ、これ。いや、これあるな。全然あるな。このやつらここで落としてもいいかもね。ビルドアップ。うん、このやつら全然落としてもいい気がする。あとはこいつの S によるんだよね。うん、俺ここテラ切って、フンド潰したいっていうのは、あるけど、まだフンド打たれてもいい場面だよね。うん、ここはフンド打たれてもいい。じゃあアンコール入れたいな。どっちの方が早い？フンドか。はい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 。これでアンコール入るんで、相手はフンドの拳以外打てなくなりましたというところだよね。溜め直しで回復。で、相手ね、まだ削ってないんで、フンド威力75あたりなんですよ。なんで、ドラパルトに変えてくるか、ウェイニバル変えてくるかってとこなんですけど、まあ、ガクガク的に言えば、ガクガク的に言えば、こう、テラ切ってビルドアップで、ちょっと対面したいかな。うん。引っ込めるか。バレてんな。パルト出すんだ。いや、でも、これ、このやつ落としちゃっていいと思うんだよね。うん、このやつある、ここ落としちゃっていいと思うな。多分、ドラーロ展開になるんすよ、ここは。ドラーロ展開になるんで、これ HP 的に多分耐えないな。
鉢巻きだよね相手。うん、1段階上がって、まあ防HP の防御結構振ってるんですけど、多分無理だね。え、皆さん、前々がグルトンの、グルトンっていう動画バカ滑ったんですけど、グルトンの1個前の動画見てください。このネタで作り方書いてます。いいよ、いいよ、いいよ。皆さん、このネタで作ってください。さあさあ、食べ残しで回復。34枚回復。展開的にはそんな悪くないですね。で、この夜猿来る。で、これでも HP ぶりがバレちゃったんで、まあ、ほんとここは落としていいと思う。うん、相手の方が早いしね。ここはもう、まあ、落としかな。まあ、フンド打ってくると思うんだよ。あ、違う。ここビルド、ドレンパンチ打ってくるんで、今どれぐらいだっけ？チャーレム50。うん。まあ、ドレパンでいいと思うよ。ここは。落としのドレパ。あ、いいや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 。まあ、あとはチャーレムの飛び膝で、持ってけると思うんだけど。一撃でしょ。チャーレム飛び膝一撃でしょ。さあ、ドラパルトより早いチャーレムが来ます。ここももうバレてる。うん。ここもバレてるんですが、裏に対しても割といけるのかなっていう感じの飛び膝だけに。いや、落ちる。さあ、いいね、いいね、チャーレム。さあ、スカーフチャーレムが火を吹いている状況。ウェイニバルじゃないの？ロトムか。ロトムスカーフだったんで抜かれてるよね。まあ、ヒートロトム、電気炎タイプ。そこまで打点がないみたいなところあるんだけど、まあ、サザンが突撃直径持たしてるんで、後出しでいいかな。うん。後出しで盤面作りながらっていう感じが一番いいかなと思います。ここ飛び膝打ちます。マジ？割と入った耐久ちょっと振ってんのかな。さあ、サザン出す。ってことはこれスカーフじゃないのか。耐久振ってそうだね。もうこれ勝ちでしょ。うん、アクハで終わりでしょ。さあ、2連勝。チャーレも強くないですか、皆さん。で、このまま3戦目勝ちに行きます。さあ、リオさん対戦よろしくお願いします。まあ、この盤面は、俺的に言うと、割とマスカーニャ多い盤面ではあるんだよね。まあ、冬打ちは等倍なんでっていうイメージではあるんですけど、まあ、タスキ型のイメージなんだよね。うん、マスカーニャに関しては。ガブリアスから持ってってもいいのかなっていう感じもします。マリルリ来そうだね。多分マスカーニャから来ると思うんだけど。問題マリルリだよな。さあ、リオさん対戦よろしくお願いします。まあ、飛び膝が外れることはね、本当に気をつけないといけない。これガブリから来るか。ってことは、あれだったんですが、うん。まあ、相手もステロ盤面なんだよね。言うてしまうと。うん、ステロ盤面になると思うんで、ここは。それかもう、本当に、エースの、うん、エースガブリアス。わあ、もう最近刺さる。逆に。なんか、最近この方のガブリアス多くて、逆に刺さる。さあ、ここガブも巻き菱してくると思うので、ドラテを打っていこうか。ああ、激凛か。さあ、サメ肌で傷つけながらドラゴンテール。ってことは、相手、うん、分かった。相手のガブリアス分かった。何か分かったかは言いません。さあさあ、サメ肌分も一応回収しといてっていう流れかな。あと、巻き菱2ぐらい巻いたら落ちそうなんです。マリルリちゃんね。アクアジェット圏内かって言われたら俺は圏内じゃないと思うんだよな、ここは。うん。ここは、学的に言えば地ならし安定。いや、これ、悪事じゃ落ちないでしょ。でもね、サメ肌傷つけながら、地ならち。で、S 下げて、まあ S もともと低いんで、みたいなとこあるんですけど。まあ、もう一地ならし、安定なんよね。うん。で、ここで、チャーレムだと、思います。はい。
ここでチャイルム出さないといつ出すのみたいなとこあるからね。チャイルムチェンジ、まあアクアジェット割と入るかなっていう感じはあるんですが、そこまで俺は気にしていない。さすがに耐えるでしょみたいな感じではある。ここ飛び膝打って落とせるかな、今一つだけども、うわっうわっ、水てらかこれ。いやーさすがに落ちんでしょ。落ちる？え？そんな落とせる自信ない。やーい！ボンボヤッシュ。チャーレもいいね。いい働きしとんよね。めちゃめちゃいい働きしとんね。これガブより早いよね、しかも。ガブ来てもいいよ。来た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 。これ多分スカウバレてなかった。絶対スカウバレてない。俺の方が早いぞ。マジで、マジで俺の方が早いぞ。これ当たんなかったらブチ切れる。さあ、飛び膝強ないじゃん、あれも。スカウチャーレンバカ刺さんじゃん、環境に。ガモス。ガモス、そんな防御なかったよね。これ、今一つだけど、割と入るんじゃね？ああ、なんか割と入りそう。ああ、惜しい惜しい、あとちょっとじゃん。うわー、超魔積んできやがった。気色悪いな。でも超魔積んでもこれまだ俺の方が早いっしょね。えこれまだ俺の方が早いよね。相手ちょっと、もうこれで逆に言ったら相手打つしかないから、ちょっともう俺飛び膝打ちます。三立てしたこれ強い最高じゃん。りょうさん、大変ありがとうございました。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。とんでもなかったよね。特に3戦目エグかったかなと思ってる。1戦目2戦目もね、結構良くて、環境にぶち刺さってるチャーレムなんじゃないかなと思いました。そしてね、1個前のグルトンの動画が大ゴケしてるんで、皆さんよかったら見てください。はい、ではね、次の動画もお待ちいただけるようにチャンネル登録をしっかりと忘れずにお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイチュ。